い送り出されました日本の16歳太田幸那選手です。今シーズンジュニアのグランプリファイナルで優勝しました。この大会は予選が B グループで第1位、ショートプログラムは2位でした。現在総合で2位の選手です。日本の16歳太田幸那選手でした。もうセントペテルスブルグとオストラバと実況放送ですね携帯電話そうだったんですか。そうです。今終わりました、飛びました旅行中も今これから本番だからじゃあちょっと一回切るからとか、浜田コーチが、本当に素晴らしかったです、トゥープフリップはトゥフとなりましたけど、よくそのプレッシャーに耐えてやってくれましたって、それでそのこのスケーティングをみんなにやはり感動を与えたっていう
ことが表現力がもうすごいっていうか、みんな胸にこうジーンとくるという感じを観客にもジャッジにも与えた。やはりコリファイアランドと一緒ってに、はい、素晴らしかった。やっぱりそういうものを彼女が持っていて、それをこうみんなに分け与えるっていう素晴らしさ、フィギュアスケートのこの30、60のリンクの中で16歳の少女がこれだけの演技ができるっていうのはやっぱり素晴らしいですし、これは1日にしてなったわけじゃないんです。そうなんですね、本当にもう浜田先生も苦労してここまで持ってきた、毎年毎年こう合宿しながら、もうああもしようこうもしようってみんな思いながら、そしてこうスタッフの人たちも協力して、やっぱりここまでこうやってこられてるのは決してね強化部だけの仕事ではなくて、その周りを取り囲んでる人たちの支えもあって、そしてコーチが最もやっぱり一番毎日、もう涙が出てますね。でも本人頑張りましたよね。そう、電話でね、この後そういう話してよかったねおめでとうって言って話したんですけどね。技術点が 5.1 から 5.7 まで出ています。5.7 が2つ、これが技術的評価です。そして表現力 5.9 ありますね。すごいですね。 5.8 以上が5人です。いやもう先生がね、本当よくやりましたとか。そうでしょうね。いや本当に頑張りましたね。やっぱり世界ジュニアのチャンピオンっていうのはやっぱりすごいと思いますよ。そうですよね、チャンピオンシップの大会ですからね。